衝撃三峡ダムの水位が急上昇。中国の危機的状況に世界が注目する中、解決策はあるのか。こんにちは、皆さん。今回は中国の三峡ダムについてお伝えします。最近、三峡ダムの水位が急上昇しているという情報が入ってきました。この状況は中国だけでなく、世界中の人々の関心を集めています。三峡ダムは中国の長江に位置する世界最大の水力発電所です。その巨大な規模から多くの人々がこのダムの安全性について心配しています。特に水位の上昇が続く中で、ダムの耐久性や管理体制に対する疑問が浮上しています。この問題に対して中国政府は積極的に対策を講じています。例えば、ダムの管理体制を強化し、水位の監視を徹底するなどの取り組みが行われています。しかし、それだけでは十分なのでしょうか？実は、三峡ダムの水位上昇は、中国だけで、なく、周辺地域にも、大きな影響を及ぼしています。洪水や土砂崩れなどの自然災害のリスクが高まり、住民の生活にも、大きな影響を与えています。この問題を解決するためには、より包括的なアプローチが必要です。そこで、私たちは、以下のような解決策を提案します。まず第一に、三峡ダムの管理体制をさらに強化する必要があります。水位の監視だけでなく、ダムの耐久性や安全性についても、徹底的な点検を行うことが、重要です。また、ダム周辺の住民に対しても、適切な情報提供を行い、安心して生活できる環境を整えることが求められます。さらに、三峡ダムの水位上昇による洪水や土砂崩れのリスクを軽減するため、周辺地域の防災対策を強化する必要があります。適切な避難計画や緊急時の連絡手段の整備、地域住民への教育などが重要です。また、ダムの水位を適切に調整することで、洪水のリスクを最小限に抑えることも検討すべきです。最後に、三峡ダムの水位上昇による環境への影響を最小限に抑えるため、再生可能エネルギーへの転換を進めることも重要です。水力発電はクリーンなエネルギーですが、その影響を最小限にするためには、他の再生可能エネルギーへのシフトが必要です。以上が、三峡ダムの水位上昇に対する解決策の提案です。中国政府や関係者が、これらの取り組みを進めることで、三峡ダムの安全性を確保し、周辺地域の人々の生活を守ることができるでしょう。最後に、皆さんにお聞きしたいことがあります。三峡ダムの水位上昇について、どのような意見やご感想をお持ちですか？また、上記の解決策について、ご意見やご提案がありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。皆さんの声をお聞きすることで、より良い解決策を見つけることができるかもしれません。それでは、皆さんからのコメントをお待ちしています。引き続き、三峡ダムの情報に注目していきましょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。